ドゥローニケンシン明治剣核ロマンタン、ドゥローニケンシン明治剣核ロマンタン、ドゥローニケンシン明治剣核ロマンタンでは、我がつのぶによる日本の漫画、ドゥローニケンシン明治剣核ロマンタンを原作としたアニメ作品全般を扱う。同作は、テレビアニメアニメ映画、3作の OVA と、通算5作のアニメ作品が制作されている。最初のアニメ化は、 テレビアニメであり、原作と同じ、ドローニケンシン明治圏格ロマンタンのタイトルで1996年から1998年にかけておよそ2年半ほど放送されている。テレビアニメ放送中の1997年には、ドローニケンシン明治圏格ロマンタン維新死者への鎮魂歌としてアニメ映画が上映された。 テレビアニメ終了翌年の1999年には、ドゥローニシ心明治剣格ロマンタンから追憶化編のタイトルで OVA を発売。2001年にも、ドゥローニシ心明治剣格ロマンタン、清掃編のタイトルで OVA が発売されている。その後長らく新作アニメが制作されることはなかったが、2012年に、ドゥローニシ心明治剣格ロマンタンから新京都編。 が発売された。1996年1月10日から1998年9月8日にかけてフジテレビ系列で放送された。放送時間は1997年9月までは水曜19時30分20時だったが、同年10月からは火曜19時30分20時の放送となり、テレビ大分でもネットされるようになった。アニメーション制作は当初、 スタジオギャロップが担当していたが、67話での t v シリーズオリジナルシナリオ以降は、スタジオディーンに変更され、t v シリーズ終了後の OVA の制作にも、携わる形となった。放送当時は、一般的だったセルアニメによる制作だが、前述のスタジオディーン制作以降は、ED 映像を皮切りに、本編の一部カットや OP へとデジタル制作が、 部分的に導入されるようになった。また、鈴風道代藤谷美紀、八島知人、井上淳一など、俳優、女優が多くキャスティングされていた。中でも両風は、ゴールデンタイムでも、今は、家庭の主婦が見てくれないと視聴率が取れない。そこで、大人の女性に受ける、演技力を持つ声という観点から起用したと、語られている。TM レボリューションとして、 主題歌を歌っていた西川貴則も黒騎士団編にて大蛇の練りとして2話のみ登場している。94話まで放送されたが、放送されなかった95話目が存在し、終了後の1998年12月にソフト化して発売された。制作にスプ、ビジュアルワークスが携わっており、同社のアニメ、 晴れ時々豚の BGM が78話から80話と89話で使用されている。平均視聴率は12.2%。また、放映期間を通しての最高視聴率は、第37幕、衝撃。折れた、逆人等、天根県の総二郎体験心の16.0%で、ある。基本的に原作に忠実だが過激な描写や発言が抑えられているほか、 大幅なアレンジが加えられているエピソードも見られる。京都編の完結時点では、原作の人中編も返し間もない実機であることから、展開を見守る形で、アニメ版オリジナルストーリーが展開されるも、風水編で終了となったなお、作者は、基本的にアニメ版には関与しておらず、単行本の余白において、演出の悪さや、黒、傘編の脚本が詰め込みすぎであること、 サブタイトルが見当違いであることなどが不満である旨を発言している。ただし、作者がアニメに触発された部分も存在し、京都編エピローグで、謙信が神谷道場へ帰ってくる際の構図は、アニメ版の初代オープニングの最後の場面が元となっている。また、単行本15巻のフリートークでは、最近はかなり良くなっていて、 安心して毎週見られるようになったと発言しており、第31幕の剣心と薫の別れのシーンの演出を高く評価していた。初のメディア化は本放送中の1997年から本、放送終了翌年の1999年にかけて VHS とレーザーディスクで行われた。3から4巻を収納したボックスと、そのホックスを構成する巻の端巻きが、 同時に発売され、7回で全7ボックス26巻となった。その後1999年から2000年にかけては、ジュエルケースの DVD 版も端末で全26巻発売され、2001年から2002年にかけては、トールケースの廉価版 DVD も発売されている。また廉価版 DVD は3つのボックスセットでも発売された。2006年には、 テレビアニメ、劇場版、OVA をセットにした DVD ボックス、全集、検診殿が発売されている。1998年の本放送終了後は本編のメディアと並行して総集編や未放送話を収録したメディアも発売されている。これらも当初は VHS と LD で同時に発売されていたが、途中より、 LD 版の廃止や DVD 版の追加が行われ、人気キャラクター名場面集シリーズは VHS 版の目となっている。ドローニケンシン明治県各ロマン単位新志への鎮魂化のタイトルで1997年12月20日に公開。ソニーピクチャーズエンタテインメント配給。1998年8月に発売された VHS と LD が初のメディア化であり、 少し遅れて、翌年5月に DVD 化もされている。2000年5月には、トールケースの連歌版 DVD、翌月には、英語音声などを追加ニューテレシネー、スクイーズマスター版 DVD が発売。さらに、2005年12月には、UMD 版、2011年には、ブルーレイディスク版が発売されている。幕末、殺鳥同盟の締結場所、鈴の矢に、 人切り玄達と呼ばれる喧嘩倶ら数人が襲撃してきた。護衛に当たっていた日村抜刀祭は人切り玄達と切り合い、葬ることに成功する。その後、同盟は成立、そして時世は新時代と突入するのだった。時は過ぎて、明治11年。新しく建設された洋館を見物するため、陸上機で横浜に向かった謙信たち一行。その帰路。 よった、外国水兵が、迷惑行為を働いている現場に遭遇する。直後、一人の女性が、水兵に、悪行三昧を止めるように説得するが彼らの、矛先は彼女に向かってしまう。そこに、しぐれた君という男が現れ、剣信と共に水兵に立ち向かう。しぐれはその剣腕で水兵の持つ武器を一瞬で、破壊するが遅れてやってきた、警官隊から身を隠すため、 謙信とある寺に向かう。そこで互いを認め合い後日、再会を期して別れるが謙信はしぐれには、近づくなという忠告を、斎藤はじめから受ける。カオルたちと合流した謙信は、英国交換前で、さっきの女性は、会津出身で高月時という名であることを知る。謙信はその名を聞いて幕末に、高月元達という剣格と戦ったことを思い出す。その時、 英国交換で爆音が響き、戦闘が起こる。謙信たちも現場に向かうが、陸軍の到着で敵は大脚した。しぐれは14年前、親友の高月玄達を自らのご判断で死なせてしまったことに深く罪悪感を抱いていた。それは、薩摩藩の西郷隆盛と長州藩の桂小五郎が、土佐藩の坂本龍馬の仲介で同盟を結ぶ。 殺長同盟でのことだった。会合の情報を入手したしぐれら合図藩士たちは、その場所を襲撃し、その目論みを打ち砕こうとするが、どうしても会合場所が絞れない。原達は、鈴の矢と踏んでいたが、しぐれは、鈴の矢は逃げ場所がないとのことで材木問屋を主張。結局、しぐれの意見に従うとなったが、原達はやはり気になる。一応向かってみるとのことで二手に分かれることになる。 ご判断に気づいたしぐれは鈴の矢に急行するが、玄達の最後と玄達を殺害した男の剣は、しぐれの目に焼き付くことになった。自分が玄達を死なせてしまった、その責任を感じているしぐれは罪滅ぼしとして、再び維新を起こすことを決意していた。しぐれ宅で厄介になっている時は、最近しぐれの様子が変であることに気づく。なのでそのことを知り合った剣心に、 シグレから事情を聞き出してほしいと頼む。数日後、シグレタクを訪ねた謙信は、彼が留守だったので、明日の暮れ神社近くの大橋で待っていると時に伝言して立ち去る。そして次の日、シグレと会った謙信だが彼の、もし自分に何かあれば、時を頼むという言葉に疑問を感じる。シグレタクに急ぐ謙信であったが、途中、佐之助から、シグレの周囲に、 反政府の人間が集っていること、ヤヒコが行方不明だということを知る。夜通しみなで、ヤヒコを探し回っていたところに、そのヤヒコが現れ、自分と同じ父が、将棋大使である、武蔵の大春たちの仲間になったが置いて行かれたことを、話す。その、ヤヒコの、国賓が、どうとかとの言葉から、謙信はしぐれたちの放棄が、英国公使のパレードにあることに気づく。当日、 シグレたち反政府軍の放棄は、斎藤や謙信の迅速な対応もあり、上野に敗走する。その戦いの中で、シグレは謙信が原達を殺した人間であることに気づく。そして、謙信は山形ありともに、シグレとの決着を了承してもらい、最後の戦いへと向かう。テレビ版の制作スタッフも多く続投しているものの、大きく画風を変更。 いずれの作品も端末期の作品とシリーズ全話と追加パートを収録した特別版があり、特別版では他に BGM が差し替わっているシーンもある。1999年に発売された OVA 第一作。オリジナル版は VHS で2月から9月にかけて、全4巻がこれに約1月半ほど遅れる形で、DVD 版も全4巻が4月から11月にかけて発売された。 同年11月と12月には4話を1巻にまとめ、新たな映像を追加した特別版が VHSDVD でそれぞれ発売されている。また、2001年には連歌版 DVD が全4巻とこのボックスセットが2005年に特別版の UMD ビデオ、2011年にはオリジナル版のブルーレイが発売されている。日村ラ信が人切り抜刀祭になるまでの経緯。 1> 第一話より、前の過去の話を描いている。雪白どもへとの出会いから別れ。そして、不殺を誓うまでのエピソードが描かれる全四幕構成。剣信が、技名を発するような少年漫画的な演出は、排除され、純時代劇風の演出となっている。また、人が刀で串刺しにされたり、大量の血が飛び散るといった、生産なシーンも多く、DVD では、 最初に過激なシーンが含まれると表示される。本作の脚本を担当した、曽川誠氏は徹底してリアルな脚本作りにこだわったとし、泥臭い世界観は五社英雄監督の映画、人切りを参考にし、時間事故を工作させる手法は、脚本家、橋本忍へのオマージュを込めたとしている。2021年公開の実写映画、ドローニケンシン最終章ザビギニングでは、 本作が制作協力としてクレジットされている。2001年12月と2002年3月にて DVD 上下巻で発売された OVA 第2作。2002年10月には1枚にまとめ映像を追加した特別版が発売されている。また、2005年に特別版の UMD ビデオ2011年にオリジナル版のブルーレイが発売されている。 原作最終回後の剣信たちの人生を描くも、すべてが原作同様ではない。原作の十数年後、剣を持てなくなって一行続けた、剣信の償いの旅と彼の妻である、神谷薫が剣信との出会いから人中編までを、回想という形で描く。2011年4月21日発売の、ジャンプスクエア5.6合併号にて、 約9年ぶりとなる新作アニメの制作が発表。また、テレビアニメ15周年を記念して、2011年7月27日に主題歌を収録したコンピレーションシーリーが発売。8月には、劇場版と OVA3 タイトルがブルーレイ化された。牧町ミサオの視点から、原作の京都編をリメイク。全後編で構成されている。 心差し一派の目論みを、謙信たちが阻止しようとする流れは、原作、テレビアニメ版と同じだが、登場人物は、原作と比べて、大幅に削減されているほか、対決の経緯などは大きく変更され、特に心差し一派と謙信との、直接対決シーンはほぼオリジナルの展開を見せる。作画も、原作、テレビアニメ OVA を、 制作経過を経た上での新たなキャラデザインが設定されている追憶編と同じく登場人物が技の名前を発する場面は少なく、超人的な必殺技の演出などもテレビアニメ版と比べてかなり抑えられている。また、原作やテレビアニメで見られたようなコミカルな表情もほとんどなく、剣心が口癖のおろと言ったり、 カオルや斉藤がツッコミを入れるシーンもあるが、ギャグ的描写は会話のやり取り程度の控えめなもので、総じて全編シリアスな雰囲気である。2011年12月17日より全編、炎の極が劇場先行公開され、2012年3月21日に DVD& ブルーレイが発売。後編、光の点は2012年6月23日に公開され、 2012年8月22日に DVD& ブルーレイが発売された。アメリカでは劇場版及び OV a が剣心の方の十字章に由来するサムライ X の題で発表され、t v シリーズはルローに剣心の題で発表された。またソニーピクチャーズエンタテインメントによる t v アニメ版の英語翻訳も存在し、こちらの題名もサムライ X である。 この英語版は、イギリス、フィリピンなどで放送され、また、韓国語、中国語などの東洋言語版や、コロンビア版などを除き、多くの諸外国言語の TV アニメ版の翻訳元となっている。謙信、剣士、カオル、コリ、ヤヒコヨシなど、人名が一部変更されているほか、権利名も変更されるか、もしくは省略されていることがある。 これらは、この英語版を元とする他言語版でも受け継がれる、場合が多い。韓国語版の題名は、パラメコムシム。ただし、劇中の主人公名は、謙信のまま。権利名は漢字を韓国語式に読む形式が基本。TB アニメ版では、他の人名が一部変更されている。カオルカリン、ヤヒコ、ミヨン、サノスケサの、ゴニワバンシュースパイ軍団など。台湾では、 神県鎮候補のタイトルで、最初に、地上派の民史で1998年1月11日より放送を開始し、その後、抜きくる総合台アナマックス、アクスン等各局で次々放送されている。なお、香港アナマックスでは、並客検診のタイトルで放映されており、同じ漢事件でもタイトルが異なる。これはこの作品に限ったことではなく、 台湾と香港では方言などの違いからタイトルが違うことが一般的である。制作がスプ・ビジュアルワークスということから、テレビアニメの主題歌は一部を除いて、ソニーミュージックエンタテインメントのアーティストが起用され、OP、ED ともに主題歌のプロモーションフィルム的な色合いが濃かった。結果、主題歌の多くはヒットを飛ばし、シャムシェード、TM レボリューションなど、 ブレイクしたアーティストは数多い。初代オープニングを担当したジュディマリーのユキは本作の主題歌を依頼された時アニメソングということでキャンディキャンディのイメージで詩を書いたと雑誌のインタビューで語っている。2011年7月27日にはテレビアニメ15周年を記念して主題歌を収録したコンピレーション cd が発売されている。 なお、39話より、エンディングで使用された、ザ・フォース・アベニュー・カフェは、放映中に、ラルク・アンシエルのドラマー・サクラが、覚醒剤取締法違反で逮捕されたことに伴い、放映から4週目で再び、ハート・オブ・ソードに差し戻された。また、過去に発売された、主題歌集には、収録が見送られていたが、2011年7月27日に、発売された。 ドゥローニ検診ンンコンプリートコレクションに劇場版オープニングの虹と共に収録されている。ドゥローニ検診ンン明治圏画ロマンタン島原編のタイトルで TV アニメオリジナルの島原編が小説化されている。1999年に集営者のジャンプ J ブックスより発行。アニメをベースとしたビデオゲームが5作発売されている。この記事は、 以下のカテゴリからも参照できますルロー二献身、明治圏格ロマンタン維新市への鎮魂化に関するカテゴリルローニ献身明治圏格ロマンタンから強く編に関するカテゴリルローニ献身明治圏格ロマンタン、清掃編に関するカテゴリルローニ献身明治圏格ロマンタンから、新京都編に関するカテゴリ1997年3月から2分拡大した。 ありがとうございます。